はい、皆さんどうも、トゥガチです。今回はですね、エバーテイルではなく、こちらのですね、ロストアーカイブというゲームをちょっと紹介していきたいかなというふうに思って、動画を上げさせていただきました。こちらロストアーカイブですけれども、自分が最近ですね、めちゃくちゃハマっておりまして、結構対人戦もあったりとかして面白いんですけれども、多分このゲーム自体が、多分ちょっと前に流行ってたんですよね、多分。半年前だかぐらいに流行ってたゲームかなというところなんですけれども、今ですね、ちょっと加速期に入っているというところで、なかなかマッチングしたりとかしないんですよね。はい。本当に、対人戦やる分にはすごい面白いんですけれども、なかなかマッチングがしないゲームになっているというところなので、今回ですね、ちょっと面白さの方をお伝えして、なんとか人口を増やしてですね、対人戦とか結構できたらいいなと思ったので、こうして動画を上げさせていただきました。どういうゲームかと言いますと、ちょっと別のゲームを上げてしまって申し訳ないんですけれども、シャドーバースですね。シャドーバー。シャドーバーの要素とボードゲームの要素が合わさった感じっていうのが多分一番説明としては分かりやすいかなと思います。シャドーバースやってない人からしたら何のこっちゃって話になるかもしれないんですけれども、ユニットだったり、スペルだったり、あとはレリックって呼ばれる、ちょっと味方に、バフの効果がつけられる、そういうカードを駆使して、相手のライフをゼロにしていくっていう、ゲームになってますね。はい。多分これだけ言っても何残っちゃって話かと思うので、今回はですね、ちょっとチュートリアルの方を、皆さんと一緒にやっていこうかなというふうに思います。さらにこのゲーム、始めたばっかですね。チュートリアルスキップすることもできるので、この動画でちょっとチュートリアルでルールとか覚えたりとかしたときはもうすぐにゲームを始めることができるというところなので、一番、わかりやすいんじゃないかなというふうに思いました。はい。ということで、進めていきましょう。はい。始めていきます。で、まずこれホーム画面なんですけれども、今回はホーム画面とかは気にしないでもらって、チュートリアルですね、こちらの方を、皆さんと一緒にやっていきたいかなというふうに思います。はい。早速ですけれども行ってみましょうかね。で、そうだ、最後に、バトルチュートリアル1回やった後、最後にですね、自分が、CP と一戦だけ、やってみようかなと思っているので、そちらで今回、面白いなと思った方がいましたら、一緒にロストアーカイブの方をやっていきましょうということで、よろしくお願いいたします。はい。ということで始めていきましょう。で、3つあるんで、今回まとめて全部やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。で、可愛らしい子がいるんですけれども、この辺はどんどんスキップしていきます。はい。一番最初ですけれども、ミニオン、先ほど言ったモンスターだったり、人間だったりがいるんですけれども、でそちらを、そちらでそのキャラたちで相手を攻撃していくというところになってますね。はい。ターン終了とバトルの勝敗、パッシブスキル、スペルカード、いろいろと見ていこうかなと思います。はい。相手のターンから。チュートリアル忘れたから分かんないな。相手のターンからですけれども、こんな感じで、相手ミニオンと呼ばれるモンスターを、人間なんですけど、出してきましたね。はい。説明してくれんのか。バトルはこのマス目を使ってフィールド上で行います。このマス目です。はい。合計12マスのマス目を使って戦っていきます。はい。手前のキャラクターが自分のプレイヤーとなり、奥のキャラクターが対戦相手のプレイヤーです。対戦相手のライフをゼロにするとバトルに勝利となります。この辺は分かりやすいかなと思うんで、飛ばしていきましょう。で、カードをプレイするにはマナを使用します。プレイに必要なカードは、コストはカードの左上に表示されています。ということで、この左上の2っていう数字が、マナですね。で、マナがここに表示、押せないか。ターンエンドの右隣に2分の2っていうのがあると思うんですけれども、これが自分が使えるマナの、量になってます。はい。ということでカードをドラッグして召喚してみましょう。はい。場所も指定されてんな。本来だったらこの12マスの、どこにでも置けるんですよね。はい。今回指定されちゃってるので、ここに行っていきます。
はい。で、召喚したターンはプレイヤーは攻撃できませんが、ミニオンは攻撃できますというところで、まあ、デュエマとかでいう召喚酔いですかね。はい。まあ、プレイヤーに対してだけはあるんですけれども、まあ、ミニオンに対しては、そんなものないよということで。まあ、確か、ちょっとシャドバやってたんですけど、まあ、あんま、だいぶ前の話なんで覚えてないんですけど、多分シャドバも同じようなルールだったかなっていうふうに思いますね。はい。で、ミニオンには攻撃力と体力があります。ミニオン同士で攻撃することで体力が減り0になると破壊されます。ということで、穴が出てきたな。攻撃力、体力ということで。まあ、あの、左側の、剣のマークが攻撃力で、右側の盾みたいなのが体力ですよっていうことですね。はい。で、まずは攻撃していきましょうということなんで、攻撃していきます。で、まあ、こんな感じで、相手のユニット、じゃない、ミニオンか。相手のミニオンと戦闘しながら、まあ、進めていくっていう感じですね。うん。ああ、なんか強そうなの出てきましたね。はい。まあ、実際そんな強くないんですけどね。はい。ということで、お次。相手から殴られて自分のターンっていうところです。で、再びあなたのターンになりました。ターン開始のタイミングで新しいカードを引きます。さらにマナコストの最大値が1増え、マナコストが最大まで回復しますということで。まあ、この辺もわかりやすいんじゃないかなって思いますね。で、ミニオンの中にはパッシブスキルを持っているものもいますということで、長弓兵は2マス離れた場所に攻撃することができるパッシブスキルを持っています。長弓兵。はい。目標発見相手のミニオンを攻撃しましょう。で、まあ、2マス離れたということなんで、まあ、この攻撃範囲があるっていうところですね。はい。で、召喚後次のターンで相手プレイヤーへ攻撃が可能になります。はい。で、一応、まあ、なんか、説明なかったんですけど、長弓兵とかの遠距離攻撃持ちはですね、相手のミニオンが遠距離攻撃を持ってなければ、一方的に攻撃することができるということになってます。はい。ということで、攻撃していきましょう。はい。ターンエンドということで。おー、強そうなの出てきましたね。マジかよ。はい。で、こちらのターンになります。一番隊、副隊長、マルスを召喚しましょう。潰してやる。で、マルスで敵のミニオンを攻撃しましょう。まあ、チュートリアルなんてやっぱこんな単純作業ですよね。はい。投げ火で相手プレイヤーを攻撃します。ターン終了。やりない。あれ、挑発出てきましたね。挑発っていうのが、まあ、要は、ブロッカーみたいなもんですね。エヴァーテイルで言う。書いてある。フェアリーナイトは挑発というパッシブスキルを持っているため、このミニオンを倒さないとプレイヤーを攻撃できません。まあ、挑発こんな感じです。まあ、ブロッカーです。はい。まあ、と言ってもですね、この挑発スキルを持って、敵に隣接さえしてなければ攻撃できます。まあ、なのでこのマルスっていうさっき召喚したキャラが相手の左下にいる場合ですね。左下にいる場合はそのままプレイヤーを攻撃することができるというところになってますね。はい。で、スペルカードを使用しましょう。スペルカードは強力な効果を持った使い切りのカードです。ファイアジャベリンはミニオンにダメージを与えることができるのでフェアリーナイトを倒すことができますということで。で、まあ、呪文使うときはそのまま相手に持っていけば使えるんで、まあ、こんな感じで、で、これでとどめさせて終わりですね。容赦くらえ。はい。で、これが第1回目になるんですけれども、まあ、多分もうこの時点でですね、まあ、こういう系のゲーム結構やってる方だったら大方のルールつかめたんじゃないかなっていうふうに思いますね。自分はもうチュートリアルのこの一番最初の動きを見ただけで、あ、これ面白そうだなって思ったんで、何人かは共感してくれる人がいるんじゃないかなって思います。で、ここからですね、さらに、ルールとして奥深くなっていく部分があるので、まあ一緒にやっていきましょうということで。で、お次が配置による効果についてです。よろしくお願いします。あ、なんかこれ喋ってんのかな、多分。はい。次はこのゲームならではの配置による効果を体験してみましょうということで、いろいろ出てきましたね。強撃の使い方、決心の使い方、移動の使い方。
強撃、決心、移動をうまく使って相手を倒しましょう。で、この3つの要素ですね。強撃、決心、移動。これが、もう最重要になってくると、個人的には思っているので、本当に大事な要素だと思います。はい。これはいきなりピンチです。こんな時は強撃を発動して相手のミニを倒しましょう。堅牢な門番を召喚しましょう。で、強撃っていうのは、まあ、プレイヤーだったり、プレイヤーと相手。あとは、ユニット、ミニオンか。ミニオンとミニオン同士で相手を挟むと、その強撃っていうのが発動します。ここを通すわけにはいかないな。で、強撃が発動すると、まあ、2ダメージ与えることができるというところですね。あ、書いてあるか。強撃が発動しましたね。強撃は相手のミニオンを手札から召喚した自分のミニオンで挟むことで2ダメージ与える効果です。で、まあ、こんな感じで説明も出ております。ということで。はい。で、また自分と自分のミニオンで挟むことでも、強撃を発生することができます。まあ、さっきのがそのパターンですよね。プレイヤーと、ミニオンで挟んだんで、強撃が発生しましたというところです。続いて、月天の暗殺者、千代をプレイしてみましょう。はい。で、これが今出てきたんですけど、決心になりますね。はい。決心が発動しましたね。決心は自分のミニオンを3体並べることで、最後に並べたミニオンを強化する効果です。で、まあ、こんな感じで出てきてます。で、まあ、今、ミニオンって書いたんですけれども、まあ、プレイヤーも含むんで、まあ、プレイヤープラスユニ、ミニオン2体で決心が発動するっていう感じですね。はい。あ、ここにも書いてあるか。自身のミニオンかプレイヤーで3体以上並べると最後に並べたミニオンは強化されますというところで。はい。で、決心も強撃と同様に自分をミニオン1体として含めて発動することが可能です。強撃と決心のスキルをうまく使ってバトルを有利に進めましょう。で、この2つ本当に大事になってくるんで、まあ、このロストアーカイブやる上での、もう最重要要素だと自分は思いますね。はい。わあ、なんか強そうの出てきた。はい。で、ミニオンにはマスを移動できるアクティブスキルを持っているものがいます。移動スキルっていうやつですね。はい。これもかなり大事ですね。本当に。はい。これ忘れたりとかすると、本当負けに直結するんで、大事です。はい。で、月天の暗殺者千代のアクティブスキルを使用して移動してみましょうということで、進出機構、まあ、相変わらずちょっと漢字苦手なんで読み方あれですけど、はい。で、こういう移動系のスキルを持っているキャラっていうのはもう今みたいに移動して2ターン目から、相手のプレイヤーに殴れるようになるんですけれども、相手の元に移動してこうやって攻撃することが可能ということになってくるんですよね。はい。で、さらに勇気の紋章をプレイして月天の暗殺者千代を強化しましょう。で、このスペルの効果が選択したミニオン1体の攻撃をプラスにして次のダメージを4軽減させるということで、で、これで5まで届きましたね。はい。で、まあ、こんな感じです。で、強撃と決心本当に大事になってくるので、まあ、これからやられる方はですね、本当にこれを使いこなせるようになった方がいいと思います。はい。ということで、グレートです。強撃決心移動の使い方次第で戦況が有利にも不利にもなってしまうので、うまく利用できるように頑張ってください。はい。で、最後、レリックカウンター奥義について、バトルチュートリアルさん行っていきましょう。よろしくお願いします。はい。で、次は様々なカードを使ってみて、より実践に近い動きを学んでみましょう。だんだん難しくなってきますが、頑張ってくださいね。ということで。はい。で、レリックカードの使い方、カウンタースペル、奥義、レリックとカウンターと奥義を駆使して相手を倒しましょう。ということで、やっていきましょうかね。やれやれ、次の任務か。はい。まずは見習い魔導士クリスを召喚して相手のミニオンを強撃して倒しましょう。面白そうね。やってみろ。一時撤退だな。レリックカードは周りに影響を及ぼす効果があります。レリックは体力がないためミニオンから攻撃されることがなく、レリック破壊カードが使用されるまでマスに残り効果を発動し続けます。
レリックはミニオンに重ねて配置することが可能です、見習い魔導士クリスと同じマスに配置してみましょう。黒い月、これ黒い月、まあ、チュートリアルで出てきてるんですけど、マジぶっ壊れカードです。これ本当に強すぎるんですよね、黒い月。はい、ということで、黒い月は魔術師ミニオンを強化する効果を持っているため見習い魔導士クリスが強化されました。ターン終了しましょうということで、ヒールヘッド出るぞ。対抗詠唱を引きましたね。このカードは相手が使用したスペルカードを無効化することができます。相手の使用したカードに対応することをカウンターと呼びます。カウンターは相手のターンにプレイできるので手札にあるときはマナを温存しておきましょうということなんですけど、今の環境ですね、対抗詠唱しかカードがないんで、まあ、あんまりカウンターは起きないです。はい、2週間やってみて一件も見たことはないですね。はい、ちょっと試してみるかな。手つけで、見習い魔導士ケビンのスキルで相手ミニオンのステータスが低下しました。相手のミニオンを攻撃しましょうということで、今ですね、まあ、この見習い魔導士ケビンみたいに攻撃した時に、スキルが発生したんですけれども、まあ、こういうキャラが何体もいますね。決心した時とか強撃した時にスキルの効果が発動するっていうキャラが結構多くいるんで、まあ、なんでそこですね、やっぱり、そこでかなり、強撃と決心で、相手のなんだろう、もあのミニオン破壊したりとかできるんで、大事になってくる要素になりますね。はい、で相手殴っていきます。あ、今これパッシブスキル発動したのか。あ、見れない。このなんか魔導士みたいな女の子ですね。あれ、まあ自分のターン開始時に相手に1ダメージ与えるっていう効果確か持ってます。で、相手が、スペルを使ってきて、カウンターの発動画面が表示されましたね。スペルをカウンターできるタイミングで、相手がスペルを使用するとカウンターするかどうかの確認画面が表示されます。まあ自分これ対抗詠唱のカード持ってないんで一回も見たことないですけどね。はい、ということで、クルエルフレイムを使用されてしまうと見習い魔導士クリスが破壊されてしまいます。相手のスペルをカウンターしましょうということで、できることをやるだけだ。うわ、こんな画面なんだ。多分一回チュートリアルで見てるはずなんですけど、なんか全然見覚えなかったような感じしますね。で、相手のスペルをカウンターすることができましたね。はい、テレポートを引きましたね。このカードは魔術師ミニオンを移動させることができます。使用して一気に相手を倒しましょう。これでどうだ。まあ、こういうなんだろう、補助系のスペルも結構多くあるんで、本当に戦略性ありっていう感じの面白いゲームになってます。で、相手プレイを倒すには少しダメージが足りません。こんな時は奥義を使用しましょう。プレイヤーはゲーム中に一度だけ使用できる奥義というスキルを所持しています。奥義は決められたターン経過することで使用することが可能です。発動までのターン数は奥義ごとに異なりますということで、奥義、この獅子奮陣ってやつですね。はい、使っていきましょう。奥義の効果でミニオンが強化されました。一気に相手プレイヤーを攻撃しましょう。はい、まあ、こんな感じで、まあ、チュートリアル終わったかな、これで。お見事です。これでカードの効果についても完璧ですね。少し難しい内容でしたが、徐々に慣れていけばきっと勝利は目の前です。ということで。もう終わりだよね。はい、で、こんな感じで、まあ、これが戦闘に対しての、チュートリアルだったんですけれども、どうだったでしょうかね。はい、自分は本当にこのチュートリアルやった時に、あ、このゲームはめっちゃハマりそうと思ったんで、まあ、仲間を何人か探していきたいかなというふうに思っております。はい。で、まあ、最後に、最初の方に行ったんですけれども、相手のコンピューターをですね、自分がちょっと試合してみようと思うので、そちらの方行っていきたいと思います。はい、すいません、ちょっと動画の方切れてしまったんですけれども、プラクティスですね。これで CPU と対戦練習ができるので、まあ、なんだろう、デッキ作ってみたりとか、
した時に、まあどういう風に回るのかっていうのも確認できるっていうところですね。で、相手アードベック、ポートエレン、カリラっていう風になってるんですけれども、このゲームのですね、まあなんだろう、属性だけじゃないんですけれども、ちょっと勢力っていう要素がございまして、その勢力が3つあるんですよね。アードベック、ポートエレン、カリラということで。まあこれは、まあ、一番最初に話すような内容でもないような気がするんですけれども、まあとりあえずこんな感じで勢力があるっていうことを覚えておいてほしいかなと思います。で、今回はアードベック相手にしていこうかなって思いますね。で、初級でいきましょう。で、まあ自分が使うデッキですけれども、まあデフォルトのデッキをちょっと使っていこうかなと思うので、これで今回はやっていきましょう。で、プラクティスの初級、多分そんな強くないんで、相手の、あれ、HP も5なんで、まあ楽かなと思います。で、奥義、まあさっきは獅子粉塵使ったんですけれども、実はこんな感じで、まあ結構いろいろ種類あるんですよね。はい。まあ今回は獅子粉塵でいいかなと思うんで、獅子粉塵でいきます。はい。で、実は一番最初、手札納得いかなければ、まあこんな感じで、変えることができますよということで。まあ別に変える必要なかったかもしれないですけど、まあ、せっかくなんで全部変えてみました。で、実は高校はちょっとしたアドバンテージがありまして、このマナの花びらっていうのを最初から手札に持ってくることができます。はい。で、まあ大事な初ターンなんですけれども、何もできないということで、残念な動きになってますね。ちなみにマナーの花びらっていうのはこのターンに使用できるマナーをプラス1できるんで、まあなんだろう、今これを使えば、2マナーのカードまで使うことができるというところでございます。まあ今はないんでどうしようもないんですけども。はい。で、相手出てきてきてましたね。で、まずまあチュートリアルなんで、チュートリアルというか、まあ相手も弱いんで結構適当にプレイしてくるんですけど、本当はですね、まあ今回相手ちょっと先にミニオン出されまくっちゃったんで今取りに行ったんですけど、本当は端っことかに置いて決死につなげてった方がいいんですよね。はい。だるいけど終わりにするわ。どうだ。まあ、先行取られたのもちょっときついなっていうところなんですけどね。はい。で、どうしようかな。あ、じゃあ花びら使うか。花びら使うことで、この4の、キールフェット中佐が出せるというところですね。このカード結構強いんですよね。まあ、先ほど言ったアードベックっていう勢力のカードなんですけれども、そのアードベックの中で、かなり強いカードです。俺の出世の邪魔だけはするな。はい。まあ今回マナ使っちゃったんでターンエンドです。今度の相手はあなたかしら。相手に決心繋がれてるし、私はやばいやばいやばい。悪いけど手加減しないから。で、ちょっとこのなんだろう、初期デッキあんまりいいカード入ってないんでちょっと今焦ってるんですけど。で、このナルっていうカードがあるんですけれども、これ召喚時に、このミニョン以外の周囲1マスのミニョンに2ダメージ与えるということなんで、まあこれでいいかな。まあこんな感じで、相手の周囲に、相手のミニョンばっかりいるところに使うとかなりアドバンテージがあるカードですね。まあこんな感じで効果を発揮してくれます。で、どっちを倒すかですけれども、まあ相手3の方が厄介なんで3倒していきますかね。まあ多分本当はこの真ん中の長槍系倒さなきゃいけないんですけど、じゃないとこのプレイヤーの前で決心つながれちゃうんですよね。まあ、やっぱ相手初級なんであんま大した動きしてきてくれなくて助かってます。で、先ほど言った、強撃ですね。まず強撃でこれ次、自分のプレイヤーが攻撃されてしまうので、まあ、それを防ぐために強撃で倒していきます。一時撤退だな。で、続いて、まあ決心しとくか。じゃあ
こっちで決心していきましょうか、ね、やれやれ次の任務か、これでターンエンドで。いやこの初期デッキちょっとあんま強くない、俺の出番のようだな、マジであんまり強くない。逃げちゃダメだ。あ、これ厄介な動きなんですよね。このセンターラインが大事になってくるというか、まあここを本当に死守する動きが大事。てか相手やべえな。相手やべえな。マジで早い動きが。動き早すぎ。これさっき出てきたケビンっていうカードなんですけれども、ここで攻撃した時に、周囲1マスなんで、このちょっと強いバーナードってやつにも効果が発揮されます。で、どうしようかどうしようか、兵器の提供使うか。これ本来だったら、選択したミニオン1体を攻撃プラス2体力マイナス2するっていうスキルで、まあ、こういう系のスキルじゃない、こういう系のスピルって結構使い勝手が広くて、まあ、自分のユニットの攻撃力を上げたりすることもできますし、今相手の体力これ、まあ、3の2なんですけれども、まあ、こいつに使うことで攻撃5になって体力0になるんで、まあ、倒すことができるっていう感じで、まあ、スピルもいろいろと効果があるんで、まあ、使い方によってっていう感じですね。でプロテクションも使っていきましょう。僕にできることがあるんだ。でこれプロテクションっていうのが次に与えられるダメージは99軽減するっていうところなんで、これ本来だったら今3の3なんで、この真ん中のドイル君攻撃したら倒されちゃうんですけれども、まあ、これで自分は死なずに相手を倒すことができるっていう感じになります。まあ、本当にカードの種類も多いんで、まあ、いろいろできますね。はい、なんで普通に面白いです。普通にマッチングさえすれば本当に面白いです。はい、でちょっとカードが本当に弱い。驚くほどカードが弱い。こいつ撤退時にワンドローできるんで、相手倒しながら、ワンドローしましょう。ここまでか。おっと弱い。マジで弱い。まあいいか。大丈夫。俺ならやれるはずだ。チャンス取れ。マジかよ。よし、そろそろ多分相手ハンドが手札が尽きてきたんで多分いけそうかな。いやでもこっちももういいカードがないんだよな。いいカードないんだよな。決心時に周囲1マスの相手ミニオンをマイナス2マイナス1するということなんで、これ決心じゃあつなげていきますか、この縦3列で決心つなげていけるんで、まあ、これで、マイナス2のマイナス1、ということになります。で、うまいなんか使い方として、今ここに3号の、ミニオン、今召喚したミニオンいるんです、ユニットがいるんですけれども、ここですね、この位置に相手からミニオンを置かれると、攻撃されてしまうということなんですけれども、こいつがですね、空中浮遊というスキルを持っていて、これマナ1を使えばどこにでも移動できるというスキルになるんですけれども、まあ、これで相手の何だろう攻撃を防ぐという、まあ、こんな戦い方もありますよっていうところですね。はい、で、次相手の体力がもう3なんで、この氷の魔術師ケビン君が生き残ってさえくれれば、勝ちだったんですけれども、ここまでか。はい、勝ちですね。はい、まあこんな感じで、
一戦終わりました。でも本来だったら、まあ、こんな相手弱くないんで、でこっちのカードも弱くないんで、もっとなんだろう、激しい戦いになるというか、まあ、盤面の取り合いになるんですよね。はい、その辺も、実際にプレイしてもらって、楽しんでいただければなというふうに思います。はい、ということで、ですね、まあ、今後ですけれども、まあ、もし、ロストアーカイブ、ちょっと好評でしたら、まあ、なんだろう、今までエバテでやってきた、まあ、対人戦の動画みたいな感じで、まあ、何戦か、まあ、一緒にやったり、一緒にというか、まあ、何戦かプレイしたのを見せたりとかっていうのもできていけたらなというふうに思っていますので、まあ仲間を増やしたいというところで、皆さんぜひロストアーカイブの方プレイしていただきたいなというふうに思います。はい、というところで、この動画が面白いと思いましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。